ソニーショップ生は店長の片山です。ソニーの APS-C 一眼ミラーレスカメラ α6500 操作性に関して α6500 からついた機能、液晶のタッチフォーカスと液晶パネルのタッチ操作について説明をさせていただきます。すごい便利ですよ。 A モードでオートフォーカスの方は AFS に設定しております。通常撮影するときにシャッターを半押ししていただきましたらピントが合うという形になる。これシャッター切ってもらったらシャッター取れるわけなんですけど、今回のタッチフォーカスっていうのは液晶画面をタッチしていただきます。例えばこの後ろの瓶に合わせたいって言ったらタッチしてもらったらここに今四角があります。で半押ししていただくと押したところにフォーカスが合うという形になります。ケーキの栗にフォーカスを合わせて半押し、ここでフォーカスが便利ですね。でもこれは α5100 にもあったんですよね。 α6500 ならではのっていうところのちょっと説明をしていきたいと思うんですけど、見てください、ここファインダーを覗きながら自分でフォーカスの場所を変えることができます。今クリに合わせてます。通常そうですね、グリップ持っていただいて親指の操作になるのかなと思います。こんな感じでフォーカス自分の任意のところに持っていくことができます。良ければこれでシャッターフォーカスが今クリに合ってます。すごくないっすかこれ、超便利です。オートフォーカス当然なってるわけなんですけど、これをマニュアル操作にしていただいて、今 AFS になってます。ここをマニュアル操作にしていただいてマニュアルフォーカスにしましたよね。この状態で2回タッチをするとズーム拡大されます。これでフォーカスを合わせていただく。あったなと思ったらダブルクリックもう一回してもらったら元に戻ります。これで今クリに合ってます。クリのところをダブルクリックでズームさせる。それとあとこちらのホイールダイヤル真ん中中央ボタンを押していただくとさらにズームが効きます。これでフォーカスを合わせていただくとより綿密な操作ができます。あとこれもっとすごいのはね、タッチパッド操作、液晶のタッチ操作ができるんですけど、これ動かせます。液晶をスワイプっていうんですかね、してもらったらちょうど栗のところ、ここの部分にフォーカス合わせたいといったときに指で動かしてこれでフォーカスを合わせることができる。これむちゃくちゃすごくないっすか合わせたいところに持ってきてフォーカスを合わせる。こういうとこですよね。もうギリギリのところまで追い込んだところのフォーカス合わせっていうのがこれできますんで、めっちゃ便利っす。でシャッターを切る。カメラを持ってファインダーを覗いてフォーカスの操作ができるのはむちゃくちゃ便利です。今までなかった使い方です。今までの α6300 以降の商品っていうのはこのホイールダイヤルっていうんですかね、このダイヤルで十字キーでコツコツ動かしてたんですけど、なかなかこれは操作しづらかった。タッチパッド操作ができるのはこれは素晴らしい機能だと思います。ものすごい操作性が上がってると思います。ぜひ使っていただきたい。そういった面でも α6500 はむちゃくちゃ進化してます。当店岡山にありますソニーショップ製は
こちらのアルファ6500、常時展示しておりますんで、お店に来ていただいて、ぜひ体感してみてください。私、片山、一生懸命説明していきます。どうぞよろしくお願いします。今日は以上です。バイバーイ。